スクを外してもほら全然崩れない。これめっちゃ便利じゃないですか。チキチキこんにちは、表参道フラティストのあよまるです。今回は絶対に落ちない耳かけの方法を紹介していきます。私みたいに髪の長い方もそうなんですけど、ショートでもボブでもミディアムでもロングでも女子ってやっぱり耳かけしますよね。特にご飯を食べる時とかお仕事をする時とかって、耳にかけている髪の毛がこうやって落ちてくるともうほんと邪魔ですよね。しかも今の時期とかってマスクをつけたり外したりするから、マスクをちょっと外すたんびに耳かけ落ちてきてってなって、毎回毎回直すのめんどくさいわってなってる方もいるんじゃないかなと思います。そこで今回はマスクをしてでも耳かけが落ちてこない方法を紹介していくので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、では早速やっていきます。まずは何をするにもかな必ずブラッシングしてくださいね。耳かけが不安定事件ってもう本当に日常ですよね。私もだいたい耳にこうやってかけてるんですけど、どうしてもやっぱり下向いてご飯食べる時とかこうね、だん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 こうやって落ちてきて、髪の毛と一緒にご飯食べちゃうみたいなこともすごく多いんですけど、本当嫌ですよね。もうシンプルにすごく嫌だ。昔ラーメンを食べてる時にもラーメンに夢中すぎて髪の毛がこうやってラーメンの中に入ってるの気づかずずっと食べてるってことがあって、こうやって前向いた時にペチャって服についてってなったこともあるんですけど、なんかね、もうそんな時に絶対落ちてこない耳かけの方法を当時知ってたかったなーって思います。もう今とかはもうその技を使ってるので全然大丈夫なんですけどね、当時の私にぜひ伝えたいですね、これは。はい、ということでこれでブラッシングができたので早速紹介していきます。で、今日まず使うスタイリング剤なんですけど、こちらバームを使っていきます。ヘアバターですね。別にオイルでも問題ないよっていう方はオイルでもいいんですけど、バームの方が少し硬くなるというか説得力があるものになるので、私はバームがいいかなと思います。まず全体につけます。こんな感じでね、全体につけたら今からブロッキングしていきます。まずはね、こうやって下ろしたい前髪の部分は前に置いておきます。下ろしたいところですね。で、まずこうやって一回耳かけてください。で、耳かけましたってなったら、次このカチカチカチってやった時に動くこめかみの部分ありますね。こめかみのだいたい指1本分上ぐらいのところから、まずそのまま真横にピーッと線を引きます。こうなってますね今で。そしたら次はこの耳後ろのところで髪の毛を今度は縦にピーッと割ります。だいたいこんな感じです。ざっくりで大丈夫です。この耳にかける耳周りの部分の髪の毛を取ります。こんな感じですね。で、そしたらこの上の部分はピンでどっか適当に留めておいてください。こういう留めるものがない方はゴムで上で縛っておいても大丈夫です。とにかく髪の毛が邪魔にならないように避けておいてください。はい、そしたらこの耳周りの髪の毛があると思うんですけど、この髪の毛の根元付近にもう一度スタイリング剤をつけていきます。さっきと同じバームを頭皮につけるっていうよりは頭皮のギリギリ部分からつけるようにしてください。頭皮にはつけないでくださいね、ギリギリのところです。今みたいに普通にバームをつけてもらってもいいんですけど、こういったあのマトメージュってやつがあるんですけど、ドラッグストアで売ってるかなと思うんですけど、こういうマトメージュみたいなのがあるとすごく楽です。もうこうやって髪に沿わせて撫でるだけでまとまっちゃうので。はい、これでまたスタイリング剤追加でつけました。で、そうしたらこの髪の毛をゴムで結んでいくんですが、耳にかけた状態でこの耳の後ろで髪の毛を縛ります。はい、こんな感じです。で、これだとちょっとほら今みたいにプカプカって浮いてますよね。これだとちょっと前から見た時に耳周りがポッと膨らんでしまうので、この髪の毛をくるりんぱしていきます。真ん中でこの毛束を半分に割ったら、外側から内側に入れ込むようにくるりんぱをしていきます。反対にくるりんぱしちゃうと逆に浮いちゃうので気をつけてくださいね。で、こんな感じでくるりんぱができたら、ちょっと下に引っ張りながらゴムをキュッと締めます。ほら、そうすると完全に耳に沿ってプカプカ浮かないですよね。で、あとはこの上の髪の毛を外してもらって、このくるりんぱが自然に馴染むように上から髪の毛をかぶせちゃいます。じゃん、こんな感じ。ほら、下向いても全然違くないですか。右左全然落ちない。ほら、例えばこんな風にマスクをしてもほら大丈夫だし、マスクを外してもほら全然崩れない。これめっちゃ便利じゃないですか。これだったら学校とか職場でね、結構激しめに動いても全然微動だにしないので、すごくおすすめです。ショートだったりミディアムの方だったりボブの方でも同じようにできるので、ぜひやってみてください。ただでももうどうしてもやっぱりこれだけだと不安だしっていう方は、くるりんぱした部分をこういうアメピンでピタッとピンでもう一個留めちゃえば、これはもう完全に崩れない。
もう超丈夫な耳かけができるので、もうどうしてもそうなんていう方、もう1ミリでも落ちてきてほしくないっていう方は今みたいにピンでさらに上部に固定してあげるといいかなと思います。もうここまでしちゃえばね絶対落ちてこないですよ。はい、これがシンプルな耳かけのやり方です。で、あとはもうやっぱりちょっともうちょっと顔周りにふわふわな遅れ毛を出したいって方だったり、この耳周りにインナー入れてる方とかはインナーちょっと出したいっていう方は今みたいに結ぶ前にちょっと遅れ毛を出してからやってみてください。今度は左側で遅れ毛出すバージョンやっていきますね。まずは噛んだ時に動くこめかみ部分の指1本分ぐらいの上のところから真横にピーッと線を引く。そしたら次は耳後ろのところでまた髪の毛を分け取ります。こんな感じですね。そしたら邪魔な髪の毛は一旦ピンで留めておきます。そうしたらさっきと同じように結んでいくんですが、遅れ毛出したい方はここで出してくださいね。結ぶ前に必ず出してくださいね。結んでくるりんぱしてから遅れ毛出そうとするとどうしてもブヨーンってなったりとか、出しすぎてしまった時にまた縛り直さないといけなくなっちゃうので、必ずこの時点で遅れ毛出してください。まずはもみあげ、次はこめかみで、最後に顔周りですね。もうここは自分が出したい部分を出してください。インナーすごいたくさん出したいという方はもう顔周り全部こうやって出しても可愛いんじゃないかなと思います。今回は私は通常の遅れ毛3点でいきます。もみあげ、こめかみ、顔周りですね。はい、この状態で遅れ毛を残した状態でさっきと同じように耳後ろで結んでいきます。で、この時に遅れ毛一緒にね縛ってしまわないようになるべくちょっと下向きながら縛ってあげるといいかなと思います。よし、これで縛れたので真ん中の部分に穴を開けて外側から内側に入れ込むようにくるりんぱをしていきます。で、そうしたらちょっと下に引っ張りながらキューッとゴムを締めます。はい、こんな感じでこちらも完成です。こちら遅れ毛あるバージョンですね。こんな感じで顔周りをねここまですっきり出したくないっていう方はこんな風に遅れ毛を出してから耳かけアレンジをすると自然でより可愛いかなと思います。同じ耳かけでも遅れ毛ないのと遅れ毛あるのだと印象がまた変わってきますよね。髪の毛を耳にかけるだけでもなんかちょっと女性らしくなったりとか、ピシッてしっかりした感じに見えたりとか、いろんな場面で使える技だと思うのでぜひ皆さんやってみてください。はい、というわけで今回は絶対に落ちてこない耳かけの方法の紹介でした。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントお待ちしております。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひ皆さん LINE の方もチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。